破能力を算出したランキング上位馬は確実に超大物輩出できる超エリート1ディープインパクト359アハンダクテワーにハーツク。取り付けときますね。今後多少の変動はありますが、肌馬繁殖実績時に勝利数ですから、種牡馬価値を追求するなら平等に肌馬を当てが。例として失敗したら成功へ、ネオユニバース失敗ならばスイフトカレント成功、ネオより数段能力が高いと思われます、スイフトへネオ出。4スイフトの弟の方に転がると思うけど、マルカシェンクが素晴らしい。ディープスカイはどこですか。ピサに高級肌を集めるために浅草田園を早期に種牡馬をやめさせたのも裏がありそう。滝音などサンデー系がバタバタ飛んだのも怪しいし、マンカフェ3コマガルボが函館スプリント優勝したけど、やはり成長力がある血統はいつでも復活できる可能性があるね。ユニコーンエスゴルは3コマレッドアルビス優勝おめ。上半期総決算宝塚記念はステゴ3コマゴールドシップで幕を閉じました。関係者の皆様おめでとうございます。同じ肌馬でディープがトップに折れるかちょっと疑問なんだが、ステゴ、ハーツ、メジャー、ディープが3でマイナス4したたかな。何をつけてもダメだったあやめの血統で名称マンボを出した鈴鹿マンボも能力はこう。一オツです。メジャーがリーディングサイヤーになるまで応援し続けます。これは SS なお好み、孫種牡馬は抜いてるんかな。 SS なお好みでしょうけど、孫種牡馬でも別表作ればいいんじゃない。このスレは今後変動するってのが嬉しいですね。万世アッシュゴールドは今後の成長次第ですね。割と真面目にみんな同じ能力で繁殖なりって考えて辻褄が合う。ほんと平等の条件を与えてほしい。優勝劣敗の世界で平等とかアホか W。 興味深い。こうして見るとサンデーサイレンスは偉大だな。サンデー最強。去年の新潟にサイエース1着ハープスタ、ディープ桜花賞馬2着イスラボニータ、藤木関皐月賞馬。日本馬の国際 G1 勝利ランキング6勝、引退オルフェーブル有馬記念、宝塚記念、ダービー、菊花賞、皐月賞、引退路。鈴鹿マンボとディープの繁殖を交換してほしい。多分マンボが圧倒的リーディングサイヤーになるぞ。またあやめにディープをつけてみてくれ。俺は個人的にデュランダルにいい肌馬つけてほしいな。サンデー系の中ではマイナーな部類だけどね。俺もデュランダルを評価してる。サンデー初の短距離馬で最速上がりは毎度のこと、潜在能力の高さは間違いない。だよ。30マジかよと思って JRA ホームページに行ったらマジだった。これはショックだわ。凄まじい切れ味だった。ご冥福を。日本はサンデー4はだからディープだけ残して。